人から学ぼうゴルフレッスン。プロ、はい、今日はどんなレッスンですか？今回は、ピンが近いバンカーショット、これをちょっと勉強してみましょう。お願いします。はい、今回のレッスンはピンまでの距離が短い、近いバンカーショットですね。これの、コツ、打ち方をちょっと勉強してみましょう。バンカーショットとしての打ち方自体は変わりません。ただ準備としまして、まずやってほしいのはフェースを思い切って開けてください。開けてあげることによってボールは飛びません。上には上がりますが、距離は出ません。ですから普通のバンカーショットを打つのに、通常これぐらいのフェースの開き具合を、もうちょっと開けてあげると、これだけでボールっていうのはあんまり飛びません。そこでもう一つのコツなんですが、同じバンカーショットを打っても、今のようにフェースは開けて打つんですが、それがもっと近い場合、もっと飛ばしたくない場合ですね。この時に左手の小指ですね、この左手の小指、この小指の力を少し抜いてみてください。打ってあげた時にグリップをしっかり握ってしまうのではなく、左手の小指を少し力を抜いてあげるぐらいの気持ちで振ってあげると、ボールっていうのはより一層飛びません。このように、一つのコツなんですが、左手の小指を握ってあげると、普通のバンカーショットで打てるんですが、極端にすぐそこへ落としたい場合っていうのは左手の小指の力を抜いてあげるとボールは飛びません。ですからまずやることはしっかりと怖がらずにフェースを開いてあげること。開いてあげることによってボールっていうのは上には上がりますが距離は出ません。こういうことを考えながらバンカーショットをちょっとやってみましょう。バンカーショットとしての打ち方自体は変わりません。ただ準備としまして、まずやってほしいのはフェースを思い切って開けてください。開けてあげることによってボールは飛びません。上には上がりますが、距離は出ません。通常これぐらいのフェースの開き具合を、もうちょっと開けてあげると、これだけでボールっていうのはあんまり飛びません。もっと近い場合、もっと飛ばしたくない場合ですね。その場合この左手の小指、この小指の力を少し抜いてみてください。打ってあげた時にグリップをしっかり握ってしまうのではなく、左手の小指を少し力を抜いてあげるぐらいの気持ちで振ってあげると、ボールっていうのはより一層飛びません。すぐそこへ落としたい場合っていうのは左手の小指の力を抜いてあげるとボールは飛びません。